カリンバ遺跡カリンバ遺跡遺跡1カリンバ遺跡は北海道恵庭市黄金中央五丁目216の7他にある遺跡2005年3月2日に国の史跡に指定され出土品は2006年6月9日に重要文化財に指定された北海道を代表する縄文時代後期後半から晩期諸島にかけての多数の墓によって構成される遺跡である 豊富な服装品を持つ土工母群や数多くの合葬墓は、縄文時代の埋葬収復や創新文化、執行技術などを考える上で貴重なものである。道央地方南辺に位置し、千歳川の支流であった旧カリンバ川に面した標高約25メートル前後の低段球面とその北側の低地面にかけて立地する。カリンバとは、アイヌ語で桜の木の川という意味である。 この川の名前が遺跡の名前の由来である。両者の飛行は約2メートルほどである。旧カリンバ川流域には数多くの縄文遺跡が分布するが、本遺跡周辺が最も分布密度が高く、さらに各時期の集落跡も見つかっていることから、縄文時代においてこの地域が中核的な役割を担っていたことを物語っている。1999年度に、 エ庭市教育委員会が土地区画整理事業に伴い発掘調査を行ったところ、縄文時代後期後半から晩期諸島にかけての縦穴住居、土工、土工墓、焦土などを検出した。中でも土工墓は低位段球面に密集して分布し、豊富な服装品が出土したものもある。副葬品は赤漆塗り串と玉類の組み合わせが基本で、他に各種漆製品、 石棒、土器が伴う場合がある。これらの土工墓には、複数の人骨が出土する、合走墓と単一の人骨が出土する単相墓があり、校舎が多く検出されている。しかし、後期末の古典山式土器の時期には、長径1.5メートル以上、深さが1メートル近くもある合奏墓が増加し、多数の送信狂類が複装されるなどの大きな特徴が見られる。 合奏簿からは頭飾り、額飾り、耳飾り、腰飾り体、紐状製品など、これまで例を見ない、漆清掃シング類が出土している。江庭市教育委員会では、大型の合奏簿などの重要な移行の切り取り保存を行うとともに、2000年度から土工母群の範囲及び遺跡の内容を確認するための発掘調査を行った。調査の結果、 低位段球面からは900基を超える土工墓が新たに確認され、遺跡全体では東西約160メートル、南北約120メートルの範囲に3000基ほどの土工墓があるものと推定されている。また、低地面からは貯蔵穴、柱穴、小土の他に土工墓の副葬品と同様の赤漆塗り串し腕は、サメの葉、活石性玉類が出土した。 さらに粉末状の赤色顔料、赤色顔料入りの時、赤色顔料を粉末にする際に使用したと推定される板状の粒手などが出土し、この区域が低位段球面の母域と密接に関係した作業空間及び生活空間として機能していたことが判明した。このほか、鹿やイノシシなどの動物遺体や植物遺体も多く出土しており、 当時の食生活や食性を知る具体的な資料も得られた。また、土工墓に比べて縦穴住居の検出数が二棟のみと極めて少ないことから周辺地域一体の共同墓地としての性格が考えられる。本遺跡は北海道を代表する縄文時代後期後半から晩期諸島にかけての多数の墓によって構成される遺跡であり豊富な服装品を持つ 土工母群や数多くの合奏墓は、縄文時代の埋葬収復、奏新文化、執行技術を考える上で極めて重要である。ありがとうございます。